羽生選手がファウイ全公演に出演決定。ゆずのファンタジーオンアイス全公演員が発表されましたね。羽生結弦、北京後初のアイスショー出演が決定。ファンタジーオンアイス全公演デイリースポーツ、フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジーオンアイスに、ソチ、平昌五輪2連覇の羽生結弦が出演することが、11日、公式ホームページで発表された。北京五輪後にアイスショーへの出演が発表されるのは初。幕張、5月27から29日、名古屋、6月3から5日、神戸、6月17から19日、静岡、6月24から26日の4会場全公演に出演を予定している。ショーには羽生のほか、現役引退を発表した、田中圭司さん、ハビエル・フェルナンデスさん、ジェフリー・バトルさん、ジョニー・イラさん、ステファン・ランビエルさんらが出演予定。女子では、坂本香里、樋口若葉、河辺愛菜、三原舞、荒川静香さんらが名を連ねている全公演ですよ。全公演。いつものことですけど、やっぱり嬉しいですよね。しかも、チケットの先行予約が始まる前の、羽生結弦の発表って、初めてじゃないですか？ゆずがインするショーはいつものことですが、チケット争奪戦が激しくなりそうです。幕張公演、日程、5月27日から5月29日、幕張公演チケット詳細、チケット販売期間、4月23日から4月26日、名古屋公演、日程、6月3日から6月5日、チケット販売期間、4月23日から5月8日、神戸公演、日程、6月17日から6月19日、チケット販売期間、5月6日から5月9日、静岡公演、日程、6月24日から6月26日、チケット販売期間、5月6日から5月9日、楽しみですね、の？私はできれば、幕張と静岡に行きたいけど、神戸もいいなぁ、ゆずともさんたちとも会いたいし、2019年以来ですから、3年ぶりのファンタジーですもんね。もう今から楽しみで仕方ありません。皆が行けますように。あ、そういえば、田中圭司くんが今日、引退を発表しましたね。ゆずと同期生がまた一人、引退しました。日野くん、圭司くんといなくなってしまって、ゆずだけがまだ、引退の発表はありませんから、現役を続けるのかな。試合であろうと、ショーであろうと、私たちは、ゆずのスケートを見に行くだけですが、名古屋公演に、銀道コンビは来ないでしょうね。羽生選手のすごいところを、山海さんが分析。山海さんが、小田くんと対談して、羽生選手の凄さを語って、くれました。山海さんは、プロのバレエダンサーで、今までもいくつも羽生選手の素晴らしさを、独自の視点で解説してくださっていました。ゆずファンにとっては、おなじみの YouTuber さんでもあります。今回は、北京五輪でのフリープログラム、天と地とに関して、バレエダンサーの視点から、感想を語っておられました。フィギュアスケーターの中には、曲を無視して、ジャンプに集中する人がいますが、羽生選手の場合は、ジャンプが音にはまっているところがすごいという話をしていました。バレエでは、いかに2回転をきれいにやるのかを重視するのと、技に意識を取られすぎると、役に入りきれなくなるという理由で、成功確率の低い技は入れないらしいです。羽生選手は、高難度な技を入れつつ、どんな役でもこなせてしまいますよね。羽生選手は、聡明なのでミスした後、リカバリーするための計算を瞬時に行うところがすごいということも話していました。それは、単に計算力がすごいだけでなく、日頃からの練習の賜物なのだ。ということを、小田くんも認めていました。山海さんは、羽生選手が演技を終えた後、機場にも、四方の観客に向かって、挨拶をするところに、彼の偉大さを感じたとおっしゃっていました。12分程度の動画でしたので、内容にちょっと物足りなさを感じたのですが、お聞きになってみてください。ネットニュースにもなっていましたね。羽生結弦の圧倒的な計算力。転倒した後の演技をしている最中に、織田信成と山本海斗が、羽生結弦の凄さを改めて分析。モデルプレス一方、姉さん選手のコーチのラファエルが、ロシアのメディアに答えた内容を動画にしてあげているものがあり、拝見しました。それによると、ラファは、姉さんには、もう引退して学業に戻ってほしいと考えているようです。ご自身は、64歳という年齢から、もうコーチを辞めたいとも言っていました。また、羽生選手について、4例をたとえ奇跡的に成功させたとしても、どこかで乱れるに違いないと思っていたことや、たった一人でやってきたことは、彼のミスだったと話していました。リンクのみ貼りますので、興味のある方は、動画をご覧ください。羽生結弦、ファンタジーオンアイス出演決定、5月27日に、初日、フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジーオンアイスの主催者は、11日、羽生結弦、27、アナの出演が決まったと、公式サイトで発表した。2月の北京冬季五輪後、羽生が公の場に登場するのは初めて。公式サイトによると、来月27日に初日を迎える、千葉幕張公演から、名古屋、神戸、静岡袋井の全スケジュールに出演する予定。羽生は、3月の世界選手権、フツモンペリエ代表に選ばれていたが、右足首の怪我のために欠場していた。羽生結弦、ファンタジーオンアイス出演決定2月の北京五輪後、公の場で初滑り。
5月から全公演フィギュアスケートのアイスショー、ファンタジーオンアイスは11日、公式ホームページにて五輪連覇の羽生結弦、アナが出演すると発表した。2月の北京五輪後、公の場では初滑りとなる見通し。ショーは幕張、5月27から29日、名古屋、6月3から5日、神戸、6月17から19日、静岡、6月24から26日で開催され、羽生は全公演に出演予定となっている。羽生は北京五輪のフリー前日9日のクワッドアクセルの練習で古傷の右足首を捻挫、痛み止めの注射を打ってフリー天と地とを滑り4回転半が世界で初めて認定された。だが幹部は万全には程遠く、3月の世界選手権は欠場していた。ショーには羽生の他18年平昌五輪銅メダルのハビエル・フェルナンデス氏、この日現役引退を表明した18年平昌五輪代表の田中啓治さん、22年北京五輪銅メダルの坂本香織、シスメックス同五輪代表の樋口若葉、明大川辺愛菜、木下アカデミー、22年四大陸選手権優勝の三原舞、シスメックス引退した宮原さと子さん、6年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんらが出演する。それだけが心配。真壁さん、それだけは勘弁してね。それではまた。今日の記事にも共感していただけたら、応援をよろしくお願いいたします。皆様のご支持を心から感謝しております。